写真撮影でね、これは初めて。初めて。いつものちょっと5倍くらいセクシーな感じで。セクシーが分かれへん。感じかっこいい。顔ちょっとこっちに振る。かしげてる感じ。OK。もっと力抜いて大丈夫です。OK、OK。あ、今の表情いいっすよ。OK。あ、いいですね、いいですね。そう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 。それで力抜いたらどんな感じですか？あ、そのくらいかも。うん、オッケー。ナイスね。見られるとちょっとね、緊張しますよね。ただでさえ人数多いから。
結局潰されてる気がする毎回。大丈夫ですか？オッケー。イエーイ！ジュノン TV タイム。すごいね。ありがたいですよ。スーズショートのだるまさんが転んだ。だるまさんが転んで？何だよ。ごめん。これは D や。D。D。いやなんかわかんない。いやこのパターンないもんな。お恥ずかしいですよね。お前だけ出すぎてない？一番セクシーを。ああいいね。今から。セクシー。間違ってる。セクシーの意味。履き違えてるで。お前サンス。そう。内科検診。ちょっとカメラの方に。じゃあもうあのかっこいいの撮れたのでわちゃわちゃしてみましょう。わちゃわちゃの意味間違えてるでもない。妖怪大戦争や。妖怪大戦争。じゃあ、じゃあなんか笑かしてみて。笑かして。はんにゃん。ごめん、冷めてもうたん今。カメラの確かに。目の目の目の。めっちゃ冷めた今。誰も笑ってない。間違えせーの、ジュノン TV をご覧の皆さん、スズショートです。なんとジュノン TV、 ジュノンさんの4月号に出ます。出ます。ああよかった。光栄なことに2回目。ありがとうございます。嬉しいね。この前めちゃくちゃいろんな人に喜んでもらえたんで、僕らももう一番もう今まで一番いい写真撮ってもらえたんで、もう今回も出れてすごい嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。今日はセクシー撮影とのことです。聞いてなかったです。ちょっとお互いの、はい、聞いてみて。お互いのセクシーはどうですか？え、僕鎖骨池食べれるっていうぐらい鎖骨がある。ここまで行きました。セクシー自慢。違うって、何そのセクシー自慢。俺ほら見て。あ、すごい。ほら、うわすごいでしょ。すごっ。ここに自慢。ここでお前魚買えるで。魚買える。金魚買える。買える。買えない。買える買える。飲もうとせんとって。やめて。うん、分かった。やめて今飲まない。トカゲやん。もトカゲやん。うん、違う違う。あの、こういう人たちなんです。お父さん的にコウさんとスーさんどっちがセクシーですか？あー、お兄ちゃんも一回セクシーアピールして。セクシーアピールして、セクシーアピールして。もっと間違えてます。彼たちはここで川で水飲めるとか強いやつみたいになって違うよ。セクシーアピールいやけど、スーさんの写真めちゃくちゃかセクシーでした。僕いいでしょ。めちゃくちゃセクシーだったの。もうジュノンさんの7月号マジで見てほしいです。マジでセクシーでした。もういやあれはもう奇跡の一枚、撮ってもらえたんで。もうコウさんも撮ってもらいました。奇跡の一枚。いや、奇跡。もうあんちゃんどんな感じか。なんでだ、俺を見てないんよ。僕も見てないです。あの、目悪かったんで。目悪いかい。ぼやけどって。スズショート、またやる。スズショート、ミニアルバム一巻レター発売中です。発売中です。去年ジュノンさんに出させてもらった時の4曲にプラス2曲になってミニアルバムになって出ます。もうすごいね。めちゃくちゃすごい方たちに書いてもらって見てくれて嬉しいなと思います。はい、ちょっとコウさん、ちょっと1回にちょっとミニアルバムちょっと語る。ちょっとこちゃっと一言お願いします。うん、一言で。はい、大丈夫です。歌って、あーちゃん歌ってください。これで皆さん歌ってます。でしょうね。
逆に歌ってなかったら何なん出しちゃうで歌何やったセリフだけやったの漫画かなって思う、ね、あ漫画かなって思ったかもしれんからね歌ってます聞いてみてくださいバイバイこんな感じでよかったもう一回撮り直したら違うかもしれん